浅野は7人兄弟の三男。浅野は高校選手権では3年連続で出場を果たし、特に第90回大会では史上4人目となる初戦から決勝まで全試合得点を挙げ、大会得点王となった。2016年7月3日、プレミアリーグアーセナル FC への完全移籍が発表されたが、労働許可が下りず、シュツットガルトへ1年間の期限付き移籍することになり、その後もチームに戻ることはなく、アーセナルでのプレーは幻となってしまった。浅野はワールドカップで戦うドイツの監督、ハンジ・フリックのことを聞かれ、何ですかそれは、と聞き返し、ハンジ・フリックを知らず、物のような扱いをしてしまった。浅野はワールドカップでリュディガーから煽りにも見えなくもないプレーをされた後に得点を決め、リュディガーにとって苦い相手となった。